www.videonews.com。 カール・シュミットから話がちょっと違う次元に行って申し訳ないんだけどね、うん、あの問題はあの安倍さんなんですよ、うん、いやあんまり遠くないですよ、うん、あの安倍さんなんですよ、うん、それでねあの結局今回の選挙でも基本的にはその、まあ、もちろんもう僕らは番組でやってほど民進党問題っていうのはねもうやりましたから、まあ、それはじゃあもう置いてください。もう民進党側にもその大きな問題があるのもその通りだし、ね、あの、そこがもうちょっとなんか違うふうになってればまた違った展望も開けるかもしれないんだけど、ただとはいえね、安倍さんがねその、まあ、要するにアベノミクスのエンジンをもう一段二段と吹かしていきたいと、うん、いうことを言っているんで、あくまでその成長をとにかく志向するんだと、うんね、もうあの、まあ、その格差の問題であるとか、ある意味ではそのモラルの問題、その財政ファイナンスですよねの問題とかそういうこともとにかく置いてもとにかく成長をするんだっていう路線を打ち出したときに、やはり多くの人が、まあ、民主党問題もあるけれどもやはり、まあ、やはりそうしてくれっていう選択をやっぱしてしまうじゃないですか、うん、さっきの民主主義の問題と つながるんだけども、うん、ほんでねちょっと2つの論点話したいんですよね。結局もう成長頭打ちになっていることは目に見えていて、うん、あそこまで手段を選ばない、まあ何でもあり状態をしても、うんまあ、ほとんど成長しないわけですね、うん、で、もちろんだからそれで消費税の延期は延期でそれでいいんだけれども、うんそれを本当にこれからもずっと、まあない亡霊を追いつつ成長という亡霊を追い続けるのかどうかの問題と、追いつけた場合にどういう帰結があるのかっていうね、あのそれはどっちかというと経済的というよりもむしろ社会的政治的な帰結ですね、うん、それがどういうものを宮田さん考えているかが一つ、それからもう一つは最初に言ってしまうと、もう一つの指標というとちょっと違うんだな、もう一つの考え方だから、これはずっと何年か前から我々もちょっと半端に扱ってきてると思うんだけども、要するにただ単に規模を大きくしたところで幸せにならないじゃないかと、うんね、でむしろ格差が広がるばっかりだったり、うん、あるいは本当一部の人たちにその富が集中するだけで全体としてはむしろあの決してマイナス、あのプラスになってない、でも、全体の GDP とかそうしたしあの、まあ、指標はですね、大企業とかが儲かれば、まあ、自然に上がるので、まあそれ数字は成長しているように見えるというようなものではなくてですね、まあ、ちょっとなかなか GDP に変わるそういう経済指標っていうのはいろいろスティグリス先生なんかもいろんなことを今言ってはいるけれども、うん、実際なかなか数値化するのが難しいところはあることはあるんだけどもね、うん、でも例えばまあ水野和夫さんであるとか、うん鳩山亮さんなんかもそうでしたよね。要するにその、うん成長を志向するからいろいろ失敗するんだと、むしろその成熟ということを考えて経済を回していく方法を考えなきゃいけないんじゃないかということは言ってるけれども、うんなかなかそれっていうのはまだ主流の議論にならないし、うん、もっと言えば民主主義の下でそうしたことが支持を本当に受けるような状況っていうのは作れるのかどうかも含めてね、まあ、日本では多分作れないと思いますね、うん、あのつい先日ね博報堂 の生活総合研究生活総研がね、うん60歳から74歳までのシルバー、うん、今老人とか高齢者とか言わないシルバーって言うんですけどこのシルバーの、ね、方々が金と幸せとどっちが好きかっていうね、そういうリサーチを過去30年継続的にやってるのね、10年ごとにね。すごいリサーチですね。金と幸せどっちが好きか。そう、1986年の段階だと幸せの方が大事だっていう人間がね、金の方が大事だっていう人間の倍いたんだけど、うんまあこれ今完全に逆転していて、金の方が大事だというやつが幸せよりも 1.5 倍ぐらい上にいるわけですね。それは何、不幸になっても金がとにかく欲しいってことなの？まあそういうことですね。金があれば幸せになるという意味じゃなくて、不幸になっても金があればいいってことな。素晴らしい質問なので後で補足しますね、うんうんうん、でそれを解釈するときに重要なデータは、いわゆるお小遣い一人当たり可処分所得がね、うんまあ、86年に比べると今だいぶ下がっちゃったんですよ、うん、86年が確か2万7000円ぐらいで、それは3万4000円ぐらいになったのかな確か、うんうん、それがまあ大きく減って今2万5000円ぐらいになっちゃったのかな、うん、なんかそんな感じですよ、うん、ちょっと違ってたら後で皆さんインターネット見てくださいね、うんうん、でこれはどんどんこれから細るというふうに皆さん予測してるわけ、これ調査でも出てるわけね、うんうん、だからまあどん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 、金はなくなっていくなと、うんその状況で、
もう幸せよりも金しかないっていうふうに言うのはしょうがないだろうみたいなね、うん、生活総研ご自身の解釈になっています、うんね、このデータから見て取れることもお分かりですよね。これから僕たちますます貧困化していくことは確実です。ですからますます幸せよりも金っていう人間たちが出てきます。でこの人たちはよくもましくもくれくれタコラですから、行政金出せよこの野郎って感じになります。でも残念なことながらグローバル化が進んでいきますから、その企業の GDP 値がね、まあ、例えば収益が上がったとしても前年ながら税収はどんどん下がっていきます。これは確実です、ね、となりますと国に行政に金出せって言っても金は出てきません。今後永久にそれはありません、うん。しかしこれはね、1997年にブレア政権をサポートしたアンソニー・ギデンズがすでに言ってたことじゃないですか。そうですね、グローバル化が進めば、ね、国が困っている個人を直接手当てする可能性は今後なくなると、うん、だから何が可能かというと社会投資国家が可能だと、要は個人を直接国が支えるのではなくて、個人はまず社会に包摂される、社会というのは地域社会、あるいは宗教共同体、大規模な血縁集団、いろいろあるかもしれませんが、いずれにしてもそこでまず、相互扶助、助け合い、尊厳の確保をなされた上で、そういう個人を包摂する社会を国家が支援すると、これ以外の方法は今後絶対にありえないというふうに断言をしている、ね。僕はまあ民主党のブレインでもあったからね、これを新しい公共という概念に置き換える、同じことになって、新しい公共というのは簡単に言うと個人を支える社会をまず分厚く作り出す、それが新しい公共、それを従来の、つまり金を出すですね、財政、の例えば出動によってね、その政策を遂行するそういう国あるいは地方自治体が支える、これ以外の方向はない。だからもし参議院選挙の本当の争点は何ですかって言ったら、ね、そういう社会投資国家、新しい公共の方向に向けて舵を取るのか取らないのか、切るのか切らないのか。2011年 3.11 以降の日本は完全に東日本大震災からの復興に失敗をした、ね、都市計画からまちづくりへ、中央あるいはシステム、巨大システムにぶら下がるやり方ではなくて自立的機械財源を作ろう、下からの民主主義、いろんなこと言われてたけど全て完全に失敗をした、うん。基本的に護岸工事、大規模防潮堤、高台移転、しかし誰も戻らない、戻らないやつに金出さねえぞ、戻っても金出さねえぞみたいな、ね、まあ、要するに賠償切りがどんどん進んでいると。でこれが今の状況ですよね。だから僕たちは2011年 3.11 の後にね、神保さん、この震災復興をどのように行えるのかどうかがね、今後50年というオーダーでの日本社会の将来を占うものだと。だからもし東日本大震災からの失敗が従来のまさにコンクリート、うん、巨大ダムみたいなものですが、そうしたものに依存する方向なのであればもう日本には未来がないっていうふうに断言していましたよね、うん。で実際何が起こったか、まあ、そうなっちゃった、はい、うん。新しい公共の創設が日本でここまで難しいのは宮根さんは何だと思う？それがその公共が何であるかっていうのがね、まあ、要するにまあ共同体であるとか中間集団であるとかっていう言い方でいいと思うんだけど、ある意味で歴史的な分析が随分やってきましたよね、はい。まあ、江戸時代から明治に行って、うん、それのその後の戦後のまあ会社共同体っていうようなものがそれに代替してきたっていうようなね、で一部で共同体が機能しているのがまあ例えば創価学会であるとか、うん、そういうところはまだ比較的そういうものを維持しているけれども、うん、そういうのを例外にすると、まあ、あと共産党なんかもそうなのかもしれないけどもね、うん、そういうのを別にするともう完全に共同体が崩壊してしまって一人一人が、うん、まあもろに社会にこう露出しているような状態になっていると、うんうん。でそこですがるものが何もないと、まあ、大体そういう場合は国家っていうものが一番分かりやすいのですがってしまうので、なんか皆さんとってもなんかこう、国粋主義的なことを言い始めたりするんだけども、それはその間に入るような中間集団を作ることに失敗したと、まあ、コミュニティとかね、共同体ですよね、うん。で確かに後から共同体を作ろうって言われても簡単には、うん、まあ、できないっていうことも我々何度も確認してしまったので、うん、そう簡単にそれはいかないんだろうけど、でも後から作るんじゃなくてね、すでにあるものを生かすようなものっていうのがもうちょっとあっても良さそうなものだと思うんだけど、うん、そこはなぜここまで難航してしまうんだろう、それが。
それは、うん、まあ、維新以降日本が近代化を急いだからですね、うん、でその結果明治5年の学制改革以降、まあ、学校単位とした、ね、うん、行政村によって自然村を置き換えるという動きを進行させた、うん、でその結果従来は例えばいろんな一揆の時に、ね、場合によっては幕府の権力に対抗しうるような力を持っていたさまざまなそのスモールユニットが力をすべて削がれたんですね。でそれは、まあ、今で言えば自治会町内会 PTA もさまざまな集団もそうですけれども、うん、基本政治的な集団ではなくて政治的にはすべて上にぶら下がった状態 でお祭りやったりね、自治会的にお金集めやったりとかみんなでお掃除やったりとかってそんな感じですよ、ね、総合扶助のための集団であると同時に、うん、むしろなんか監視するための政治的な変なあの方向性を監視するための集団になりましたよね、はい、総合扶助の集団であると同時にいざとなればね、まさにそのアメリカのフェデラリズムがそうであるようなものですけれども、うん、国はおかしければ俺たち放棄しようぜっていうふうに、ただ昔の江戸時代の村落になり得たじゃないですか、うんうん、でこれはまずいでしょ、統治権力にとっては一気だよね、だからそういうことは絶対起こらないようにその構造化したっていうのが明治維新政府の一つの重要な戦略で、これは、うん、正しい戦略だと思います。急速な近代化をするにはね、うんうん、非国強兵政策の、はい、しかし失敗は成功のもとであると同時に成功は失敗のもとなので、うん、状況が変わるとですね、その国が言うこと上が言うことに従う、ね、長いものに巻かれる、うん、あるいはそのお上は偉いみたいな発想っていうのは基本的に知識社会化っていうふうに言いますけど、知識社会化を妨げる、知識社会化っていうのはね、社会っていうのは対処するべき問題が非常にたくさんあるので、どんなお上や中央であろうがね、その情報処理だけでは無理だってことです、うん、みんながかなり頭を使ってで情報収集もする、情報収集中央なんかしきれない、うん、非常に細かいですね、情報の収集と処理を行った上で妥当な解決策を見出していくような分散処理、分散型のアーキテクチャに変えていく必要があるんですが、日本ではそれが今までできないし今後もまずできないということですね、うんうん、まあ、数十年単位で日本ではできない、できない、だから、はい、その明治にね、うん、まあ、要するにまあそれまで国っていえば大体まあ藩のことを意味してるだけだけど、うん、そこから一人一人を引っ張がして、うん、で国家に直接まあぶら下げる、まあ、連続させるっていう言い方でもいいけど、はい、そうですね、っていうプロセスだったでしょ、うん、でね、まあ、それが戦争終わってしまって、うん、そこの一番大元がまあなくなってしまってから一部はまあ会社共同体のようなものっていうものにねぶら下がることができたんだと思うんだけど、うん、それが今まあ壊れちゃったんで、うん、まあ、なくなっちゃった、何もなくなっちゃった、だけどそこでね、宮根さんにも言った地域社会化、つまり、うん、まあ、いわゆるね地域で物理的なその近いその近隣でね、いろいろ助け合うってこと、まあ、もちろん必要ですよ、雪かきとかもあるでしょうし、雪深いところはね、いろいろ、でもまあその例えば井戸をみんなで共有しなきゃいけない時代とかではないわけですよ、うん、今はね、うん、まあ、農村なんかは多少その田んぼとかやってれば水を引くとかあるんでしょうけれどもね、うん、そうすると、まあ、いわゆる最低限のインフラというものはもう整備されていると、うん、ね、まあ、一応水道は蛇口ひねりが出てくる時代になっているという中で、結局必要なのはむしろそういう物理的ないわゆる相互扶助というよりも、うん、まあ、その知識社会化の部分、頭の中ですよね、うんうん、頭の中できちんとしたそういう、まあ共同体みたいなものができるかどうかなんだけど、地域社会、まあ、当然メディアの話はもう出てくるけど、それはもうメディアが機能してないのは重々承知の上で、知識社会化の妨げになっているものは何ですか、宮根さん。今やっぱり閉鎖性でしょうね、一つはね、例えばそれ沖縄問題でね、僕が沖縄に関する本を出したときに、沖縄のまずい点は知識社会ができない点なんですね、うん、で非常に分厚い血縁社会がありますけれども、それがですね、物を言えば唇寒し的な意味で皆さんの自由な発言を封じる方向に機能しているし、そうだね、外から知恵を持つ人間が入ってきて影響力を行使する可能性も封じているんですね。で佐藤勝さんがそれをどう弁護しようが、沖縄が知識社会化できないということは確実のことです、今のままではね、うんうん、だから抽象的な問題なので、別に沖縄が憎くて言ってるわけでも何でもなくて、知識社会化しないと今後の社会、グローバル化社会、複雑性の高い社会の中ではスモールユニットでさえ生き残るのは非常に難しいというのが今日の状態ですよね、うん、だから知識社会化を妨げるものは閉鎖性であり、従来の共同体なんです。でここに一つの 逆説があるのね、地産地消型あるいは自立的経済圏的なものを支える分厚い社会というのは、さっき言ったように2万人おそらく規模、なんか2万人規模、うん、まあ、鳩山憲法草案的に今20万人ぐらいまでですね、もう目をつぶって拡張してもいいんですが、うん、でそれは、ね、まあ、何でも言いますけど、僕がテレクラの、ね、フィールドワークしてた時に
テレカラ最初ね20万以下の場所にもあったんですけど淘汰されるんですよ、知り合いに会っちゃうから、ね、知り合いに会わないところのテレクラ残るんですけど全部人口20万以上の場所なんですね、うん、だから僕は鳩山さんに言ったんです、みんなの顔が知ってる分かるってわけじゃないけどしかし匿名とは言えないっていうゾーンが2万人から20万人の間にありますので、まあ、想像力の範囲内に入るってことだよね、はい、だ日本についてだけはですね基礎自治体は20万ということで手を打とうって、うん、でテレクラ業者がそれに大反対したと、うん、いうことね、まあいいや、そんなことじゃなくて、まあ、要するに20万、まあいいや、なんでもいいや、まあ、要するに共同体をね、うん、再構ルネサンスしなきゃいけないんだけど、それが古いタイプの共同体だと、知識社会ができないんですよ、うん、でさっき言ったようにね、古い公共は無理ね、個人を国が支えるのは無理、うん、個人を支える社会を国が支える、その社会っていうのは全部スモールユニット以外はありえない、顔の見える共同体ですけど、うん、それがその従来の日本的な共同体じゃダメなんですね、新しい属性を持たなければダメ、ね、知識社会ができなければダメ、これは完全に構造的な問題ですね、うん、それは別に物理的に近い必要性は今ないんでしょ、必ずしもね、インターネットの時代であるし流動性もあるからね、その村おこし隊みたいなものが NPO として行って助ける、今どんどんやってますよね、フィスボードからもそういうふうにしてなんかこう、スピンアウトしてやってる人結構いますけれども、情報を共有していてある程度価値判断は共有できなきゃいけないっていう感じかな、そういうことですよね、うん、でしかもある種の内発性ですよね、助けたいっていうふうにその思うような、うん、知り合いネットワークのようなものもなければダメなんですね、うん、そうしないととてもじゃないけど続かない、うん、でまあだからそういうことです、ね、だからどうやったら取り戻せるのか、現実的かどうかは別として、ロジカルにははっきりした新しい公共がなきゃダメなんです、うん、個人は国にはぶら下がれないので、社会が個人を包摂する必要があります、包摂っていう言葉を民主党に使わせたのは僕ですけれども、うん、包摂、ね、それは国が包摂するのは無理なのね、社会が包摂するんです、共同体が包摂するんです、しかしそれは従来の共同体ではダメなんです、だからそうしたものを作っていくことを試みる、そこにチャレンジするということが日本の唯一の再生の道です、うん、できるかどうか私知りません、うん、それしか道はない、包摂って難しいんだよね、うん、まあ、要するにインクルージョンだよね、うん、英語ではインクルージョンだ、うん、そっちの方が言葉として分かりやすいですけど、うん、じゃあね宮根さんね、社会、まあ、知識社会化というのはおそらく唯一の新しく我々が作りうる共同体だとしてですね、その妨げになっているものはじゃあ今閉鎖性だっていう答えがあったけど、うん、逆にじゃあそれにね、やっぱ自分もそういうものを形成したい、あるいは参加したい、うん、難しいと宮内さんは言ってるけれども、やっぱそれをぜひ、細々とでも作っていきたいと思われる方々が具体的にできることって何がありますか。それはなかなか難しいことを質問されますね、うんうん、僕がね3、4年前に恋愛系のワークショップやっていた理由が実はそこにあるんですね、うん、じゃあどこにあるのかっていうとですね、要するに損得感情を超えてこいつを助けたいって思うような感情が働かない若い人が明らかに増えてきているんですよ、うん、でそれは若いカップルを見てればよくわかる、せいぜいコントロールするされるというふうな関係の中で結びついている、あるいは損得感情の中で結びついているだけの話ですよね、うん、でこれはまずいなと、であるいはですね、まあ、今ナンパクラスターって言われるような、うん、そのクソ野郎の集まりがいるわけです、インターネット界隈にね、うん、でこいつは本当にクソ野郎なのは、まあ、それなぜかクソ野郎かっていうのは4年前も散々言ったことだけれども、基本的にマスターベーションだからなんだよね、人間関係の構築が、僕もナンパできない人間だったのがナンパできるようになりました、知るがそんなの関係ねえよね、あんないい女とセックスしました、お前バカか、問題はセックスの後だよ、まあいいや、そんなことはどうでもいいんです、言いたかったことはですね、絆を作る力がないということです。別の言い方をしますよ、 3.11 の後ですね、何が起こったかね、絆ブームが起こりました、いざとなると絆がないと助からないぞってことになったんですね、それで突然帰省ラッシュになったりしたんです、お盆とかね、バカですかこの人たちは、本当にそうじゃなくて、絆っていうのはいざとなったら助かりたいから損得感情で作るもんじゃなくて、うん、何があっても助けたいと思うやつがいるかどうかでしょう基本的には、うん、ね、何があっても助けたいと思うやつがあんたらにいるのかって問題です。であんたらにいなかったら誰もあんた助けないよってことでしょ、普通の感受性じゃない、それは
なんで自分がね、何があっても助けたいと思うやつがいないのに、誰があんた助けんだよということですよね、普通に考えればさ。なるほど。でだからそういう問題をなんとか手当てできないかなと思ってね、一連のワークショップをしてみましたが、結果はねうまくいかなかった。何がうまくいかないんですか。それはね、カントの知上位で言うとね、うん、あの知識と意思はやっぱ結びつかないんですよ、うん、あの主知主義っていう立場はね、うん、人間は理性的なので、うん、でそこからジャンプするんですよ。知っていて良いことが分かっていればそれをやる、ね、ちゃんと知っていれば行動する、これ主知主義っていう立場なんですね、うん、インテレクチュアリズムって言います、うん、それはありえない、ね、人は知っているだけでは前に進まない、何かをする意思するっていうのは内から湧き上がるある種の情動ですね、エモーションが必要だ、エモーションに支えられたある種その意思が必要だっていう考え、これは主義主義ね、ボランタリズムっていうふうに言いますね。僕はもちろんボランタリズム、ギリシャ思想もボランタリズム、であるいは社会主義、あの社会学者のオリジネーターたちも基本的にはボランタリズム、うん、リーチェル・カーソンがそれを知ることよりも感じることだというふうに表現したって、ね、おっしゃる通りです、はいはい、うん、でなので要は損得感情を超えて内から湧き上がる力、内発性が、ね、取り戻せるかどうかということが実は共同体を構成できるのかどうかの基本なんですね、うん、だからそのワークショップをやった。でも失敗、ね、失敗の理由はどこにあるかというと、宮崎先生、僕はどこがまずかったかよく分かりました、よし明日から人生変わるな、いえ、って変わらないの、はい、なんで、僕には無理だと分かりました。でね、これ正しいんですよ、ね、それはあのピアジェとかコールバーグの、ね、認知的発達理論の立場から言えば、意思を支えるその情動のベースっていうのは臨界年齢、うん、クリティカルエイジが早いんですね。何歳なんですか。それはあのいろんな局面があるので一概には言えませんけれど、うんうん、おそらく3歳から5歳の間だというふうに思いますね。どんなに遅くても思春期前期11、2歳ということですね、うん、だから20歳にもなって、情動のつまり内発性の枯渇した人間にそれをインストールすることはできない。あ、そう。できません、うん、できるかなとちょっと思ったんです。その合宿でのいろんなあの、うん、セッションとかあってできるかもしれないなと思ってやってみたらやっぱりできない。特に男についてはできない。男ってすごくディフェンスなんですよ、あのプロテクティブで。女はいけそうなんですか。女の人も参加してるんですか、そのナンパセミナーは。あのかなり参加してくださいましたね。それで、うん、女の人の方が見込みはありますが、うん、ただ時系列でいうと女の人の劣化もものすごい勢いで進んでいるので、うん、で僕はあの今戦略を切り替えて、うん、親業教育しかないと。でこのいわゆるクソ男がね、なぜつまりコントロールされるしかですね、うん、あの発想できない男が育ったのかっていうのはやっぱりいろんなナンパ師見てるので親です、うん、やっぱ親との関係の中で親が支配されるっていうふうなね関係の中で育ってきたやつは、うん、基本的にあのその内発のベースになるね、そのトギアザーでそのフュージョンすることによってその全面的に委ね、うん、ハッピーになってわあいい感じっていうのを知らないんですよね。なるほど、うん、でだから単に支配して思い通りになると、うん、やったみたいな、うん、だからその、まあ、劣化した怒り真珠みたいな存在ですよね、うん、この劣化した怒り真珠を何とかできるんじゃないかと思っていろいろやったんだけど、うん、ダメ、うん、全然ダメ。だからそれはね、クソか、これはクソナンパ師の問題だと思ったら違う、クソ親の問題だわって気がついたんですね。でこれから親相手に何かそういうようなやるんですか。昨日もやってきましたけども、ナンパセミナーみたいな。ナンパセミナーじゃないですよ、そうじゃなくて、だから親はね今更変えられないんです、うんね、うん、だって親自身は変えられない。だからでもね、子供あの、うん、NG 集みたいな、これを言うなあれをするなっていうことだけ守ってもらうんです、うん、でそこから始めるしかない、うん、だって子供はものすごい被害被って、で被害被った男っていうのはその日あの特に男ですけどね、女も重要だよ、子供育てるからね、男も育てるんだけど、まあいいや、とにかく被害をですね次々後ろの世代にですね、うん、連鎖させていくんですよ。なるほどね、うんうん、なのでやっぱりこれは子育てっていう場面に注目して、
クソを生み出さない、あるいはクソ屋の被害を最小限にとどめるというね、これしかし僕の昔ね、20年前の専業主義廃止論と、子供を抱え込むバカ親をなんとかするっていうね、問題と問題意識はやっぱりつながるんですけれども、うん、焦点もはっきりしてるのね、その内発性です、うん、損得感情を超えたコントロールを超えた内発性を持つそういう存在を育てることができるか、うん、子供の、はい、そういうのをね、うん、とねアドラーの時にすごくその話をしましたよね、はい、おっしゃる通りです、ね、宮内さんね、時間もそろそろ、うん、あれなんだけど、うん、最後宮内さんが話したいと言ってたことで一つ大事なのを忘れてましたので、それを話しますか。もう僕はねちょっとこれはなんかもう食傷気味なんですけど、ポケモン GO ですよ宮内さん。いやなんかね、ポケモン GO って笑うけどこれも大変なんですよ、話し始めるとですね2時間は行くね宮田さんね、楽にね、大問題、大もう、はい、地球が終わるくらいあれば大問題なんです、宮田さんによるとですね。ちょっとそれをちょっと短めでちょっと話してみてください宮田さん。ポケモン GO 皆さん自分の家にね緑道とか散歩道あるので見てくださいよ、皆さんの周りもしあれば正体不明のやつがゾロゾロ歩いてますよ、これ大丈夫なの。一部の人はね原子力施設に入り込んだりしているの、諸外国ではね、うん、でアメリカではねマフィアの事務所に子どもたちがゾロゾロ入り込んできて、マフィアが驚いて警察に電話してんだよ何が起こってんだっつって、面白いね本当ね。で冗談にならないようなことが起こってるんですよ、うん、でねしかしこれは実は1960年代にねスタニスワフレムっていうねポーランドの SF 作家が未来学会議っていうね小説ですでに予告していたことだよね。そうですね。で単純に言いますよ、社会はクソ社会化していくわけです。でそこにはもう実りがないので、拡張現実化する、つまりオーギュメンテッドリアリティで上書きをするわけです。で今ポケモン GO はね任天堂が主導権を握っているので皆が同じものを見るっていうふうになってないんですよ。個人ごとに各自がね、ある場所に行くと同じものを競合せずに取れるんです。だから先に取られちゃってもまだ後から来た人も取れるっていうことね。そういうことですね、うん、早もん勝ちになると大変なことになるんでしょ、しかしこれは非常に重要な見識ですけれどすぐ破られてしまうでしょうね。どっかやるでしょう、それはやるでしょうね。こちら面白いから多分言ってること分からない人はですねここスルーしていいや。基本的にですねもうつまらないでしょ、社会も街も人も。だからそこにちょっとしたモンスターがいるとか、あるいはね特殊アイテムを持った特殊なやつがいて、そいつと仲良くなることが大事だとかっていうふうにするとなんかこうちょっとアメイジングっていうかですね、いい感じになるじゃないですか。ちょっと聞いていいですか、はい、この中でダウンロードした人どれくらいいます、ちょっと言いにくい。この店7匹取りました。ほらここいるの7匹、うん、まあね、ざっと見ても3分の1くらいはいるって感じです、はい、で、ね、7匹取ろうと思ったら取れるけど、これ競合するようにね、殴り合いですよ、もう殴り合いですよ、もう絶対、うん、てめえ、うん、俺が目つけてやつ何取ってんだよ、じゃ女の取り合いみたいなことになるわけ、ね、そいつに喧嘩で勝ったらそいつからもらえるって言ったらもっと面白いじゃないですか、ね、ファイトクラブみたいでというふうになるでしょ。でそれもエクサイティングでね、社会の濃密化につながるじゃないですかで、うん、要はですね、彼がつまりレムが予想したのはそういうことなんです、うん、社会はクソ化していく、フラット化していく、うん、でそれをね再びエキサイティングなものに戻すには拡張現実化したしかないわけです、うん、しかし最初はね及び腰にやっていくんですけど、そのうちみんな免疫化されていくのでもっとエキサイティングな拡張現実ないのっていうと、もう全て拡張現実化していってもともとのですねオリジナルレイヤーが見えなくなっちゃうんですね、うん、じゃあまだこれは拡張現実の第入り口の、うん、入り口ですよ ね、 だから僕はやったと、これはレムの予想が実現しつつあるということ。レムってもう本当天才なんですけどもね、うん、で、まあ、去年ですけど映画にもなってますよね、コングレス未来学会議っていうね、アリ・フォルメンっていうね、はいはいはい、有名な天才的なイスラエル の、 監督がディレクションしてるんですけども、素晴らしい作品なのでご覧いただければいいと思うんだけれども、基本ある時期から先になるとね、人々はもうオリジナルを見ようと思うことの方がまれな、お前本当にオリジナル見ても大丈夫なのみたいな、うん、そういう世界になっていくわけですね。でしかしそれでもオリジナルなものを見たいと思う特殊な人間が主人公の一部に存在していて、うん、その人間が基本的には、まあ、最後は悲劇的な結末を迎えるっていうね、
そういうお話だというふうに理解していただければいいと思うんです。でもそうなるんじゃない、あまりにも社会クソだから。でしかもね、グローバル化が進むでしょ、でトリアではトリデンマもう回らんよ、うん、でそうするとますますね、もう見たくないものが目にバンバン入ってくる。でも皆さん見たくないもの見たくないでしょ。最後の手段は拡張現実だよ、うんね、でコンビニ行ったらさ、カップ麺今70円で食えるからさ、1日ワンコインでさ飯食えます、ね、そうだから拡張現実なり仮想現実の中にね、うん、自分のむしろ軸足はあってね、うん、でもしょうがないから、うん、まあ、あの仕事ちょっと行って、うん、ですぐ帰ってくると、うん、ね、しょうがないから、まあ、飯食ったりクソしたりはしょうがないからするけど、うん、それはもうしょうがないからしてると、うん、おっしゃる通りです。むしろメインは拡張現実の方で、そっちの方が楽しみがいっぱいある。今はね、そう、僕東博君と最初に会った時にね、うん、お宅はファッションと車とおしゃれ、あのファッションとファッションと車と何とかに関心がありませんって言ったんですよ、うん、おしゃれスポット、うん、で僕は車にも関心がありません、うん、何とかに関心はありません。東博君が最初に会った時に僕に言ったことです。あ、一番最初に言ったのは、僕はつくこまで3番でしたっていうのを僕に言ったのが最初だったんです。僕は寸大で1番でしたって言ったのが、で編集者がなんか大丈夫かなみたいな目を、まあいいや、そんなのどうでもいい。その辺の会話のこう含意が僕にはよく分かりません、ね、どういう意味が含まれているのか、ね、でもね、考えてもそれは拡張現実だよね、うん、あるシステムの中で下駄履いてね、うん、俺がすごいと思うっていうのがね、だから行政官僚なんかもそういう意味では拡張現実を生きてるわけだし、うん、であるいは見たいものを見ないで俺たちの社会うまく回ってるっていうのは拡張現実ですよね、そういう意味で言えば、うんうん、でここが大事なことなんだけど、考えてみたらね、近代社会って拡張現実なんだわね。でそうすると拡張現実はいかんっていうふうに言うと近代社会も成り立たないんだわ。でどっかに線引くんですけど、そうですね、これが難しいね。おそらく線は引けないです、うん、でもさっき宮田さんが言ったね、うん、あんまりそのシンパシーとかね、うん、エンパシーみたいなものを、うん、まあ、我々のさっきの話の中で感じられなくなってるって話っていうのはね、うん、逆に言うともうじゃあ拡張現実生きてるのは変わんないじゃないですか、そこに、うん、特にそこに痛みとかね、うん、悲しみとかそういう喜怒哀楽とかっていう要素が、うん、もう自分のそのなんていうんですか、気にする範囲に入ってこなくなるんだったら、うん、まあほとんどモンスターですよ、そんなもの、ね、まあ、ゾンビかモンスターかどっちでもいいですけどね、うん、だから今はね、まあ、なんかモンスターがいて、まあ、もういとも簡単にそれをゲットできるんですよ、うん、まあ、なんかものすごい難易度が低いんですね、うん、でもそこは当然もっと面白くできる、できるよね、さっき言ったように、まあ、早もん勝ちにするとかね、誰かから奪えるとかね、うん、っていうようなもんできるかもしれないし、うん、もっとそこが単になんかまあポケモンみたいなレベルの話じゃなくて、うん、それこそナンパじゃないですけどね、うん、かなり実態を持ったような異性であるとかですね、そういうものが登場するわけですよ。コングレスではね、お金を出してアイテムを購入すると自分自身の外見を拡張現実レイヤーで変えられるんですよ、うんうん、今のね、あの外見僕見たんですけど、全然自分とは違う人が、あのね、唯一共通してるのは道路情報、前輪情報だけなんですよ、うん、そうですね、道路情報だけは全く同じで現実を反映されて、あとは何も現実が反映されてないんですね。そうなんです。でも顔形、そうです、あるいは景色もそのうちになる、ね、はい、なってくるかもしれない。なりますね。Google ドライブなんかと連動すればそれできますよね。そうです。しかも、うん、さらにですね、高度になると、つまりこれはあの拡張現実の会社がね、うん、コングレス未来学会議の中で演説するんだ、うん、これからは自意識もセルフイメージも全部変えられますってなるんですよ。バニラスカイですね。そうなんですよね、バニラスカイなんです本当にね、うんうん、で多分ねそれは現実化するでしょうね。でいわゆるその特異点問題として知られる、ね、うん、あの問題提起しているカーツバイル氏の、ね、想像力は実はそこまで及んでいて、うん、で人間は多分そういうレイヤーを生きるようになったら、おそらく社会を回す能力がなくなるんですね。社会なんかも存在しないじゃないですか。そうですね、だからそこはもう、だからもうコンピューターに任せるしかないと。で劣化した人間の感情についてもね、あの、まあ、その人間の感情が豊かだった時代のね、その感情の働きをビッグデータ処理によってシミュレーションするそういうコンピューターが、うんうん、その人間の劣化した感情を補う形で、しかし人間よりもはるかに豊かな計算能力を使ってね、うん、拡張現実の中でもうつを抜かす以外の生き方ができなくなった人間たちのこのプラットフォームを支える、これはもうマトリックスですよね。なんかマトリックスとかマニラスカイとかいろいろ大変ですよね、うん、でもね、うん、宮田さんね、この今の現象、うん、まあ、はっきり言ってものすごい単純なものなのに、うんうん、これだけなんか突然ね、世界、これ日本だけじゃない、しかも、うん、
日本がむしろちょっと遅れてあれになったので、うん、あの公開になったのでむしろ日本はもうみんな待ち望んでて、うん、一気にダウンロードするみたいな話でしょ、うん、でなんかあのなんちゃってアプリが40いくつあって、うん、そのうちの半分くらいは実はなんかウイルスらしいですけどね、うん、っていうのにみんな引っかかってるらしいと、うんね、そのポケモン GO じゃなくてポケモン GO GO っていうのがあるらしいんですよ本当にマジで気をつけてくださいね、はい、それね、うん、あるらしいんですよ本当に。でも本当にそういうような状態になっちゃってると、うん、でこれはね宮台さん本当にうん、あんま笑えないというかですね、その宮根さんが言ったみたいなところ、うん、じゃあ今回僕ら800回じゃない、第800回じゃない、第、うんまあ、仮に1500回くらいがあったとしたらですよ、うん、あの時に、まあ、笑ってたけどさ、うん、っていう話になってるっていう可能性が今現実的に今回のちょっとある種のフェノメノを見て、うん、思われます、これってやっぱりあの時に始まったんだよね、ここまで来ちゃったねっていうものになるかしら。逆に言うとブレーキになりうるものっていうのが何が考えられるかしら、そうなることに、いやさすがにこういう辺からこういうものが効いてくるからそこまではいかないだろうっていう風なものって考えられる。だって法規制はちょっと難しいでしょ、おそらくこれは、まあ、法はね、うん、あの市場のより適切で円滑な運用に向けてね、うん、作動に向けて変えられていくので、うん、あの法が歯止めになるということはないでしょうね。まずないでしょ、うん、で、まあ、僕たちの感受性がそれに抗おうとするかどうかだけにかかっているわけですよね。で、だから僕はどうしてその恋愛ワークショップ、性愛系のワークショップをやろうとしたのかっていう理由も本当はそこに関係が実はありますね。でそれはまあ僕の世代は特にフロイトに馴染んでいるので、あのここでは詳しい話は全くできないけれども、あの、まあ、性愛に関するねある種の享楽はおそらく他のものによって代替することができないんですね。例えばスピードによって代替できるとか、あの薬によって代替できるとかっていう面は実は享楽というよりも快楽の側面で、これがまあ簡単に言うとジャック・ラカンの発想になるわけですよね。でしかし残念なことに、あのこれまたワークショップやる理由になってるわけだけど、あのもうよくその性愛の世界は損得感情とコントロール非コントロールの世界にいち早くなっちゃったんですね。なので性愛の感受性が防波堤になる可能性にかけようと思った僕の、計画はもう今はありません。それはもう無理だろうなということになりました、うんうん、つまり、何かその資源イニシアル、ね、資源的で、そこまで戻って見返すとこの社会が虚構に見えるようなね、そういうそのベーシックな感受性のレイヤーというのを、僕は想定したいなと思っていましたけれど、それはマクロには無理です、うん、特定の非常に限られた人間関係の中ではまだまだいくらでも影響もおそらくできると思いますけれども、うんうん、それはおそらく見えないコミュニティっていう形でね、うん、劣化集団から自分たちを守る、見えないようにしてやるという以外の方法は多分なくなると思いますね、うんうん、あと、まあ、せっかくポケモンっていうか拡張現実が出た話ですね、うん、宮内さんに一個いい機会だから聞いておこうと思ったのはね、うん、あの僕らあのほら遠隔パソコン遠隔操作事件で随分取材で扱いましたよね、うん、で片山さんね、うん、片山雄介さんね、まあ、有罪になって急にみんな呼び捨てになったけど、まあ、僕にとっては片山さんなんで、片山さんがね、まあ、要するに僕随分取材したんだけど、彼だけではないんだけど、要するに事実上2ちゃんの世界の中にほとんど生きてる人たちっていうのがいっぱいいるんですよ今でもね。でほとんどそこに全部生きていて、ニュースも、まあ、場合によっては友達も恋人も、うん、恋人って言ってる人が実は女かどうかも分かんないんだけど、まあ、一応女とされている人なんかも全部その中にいて、それでそれとは別にさっき言ったようにしょうがなしにまあ仕事したり、しょうがなしにまあ人間としての最低限の営みはするんだけど、また戻ってきましたと。で変な話、その逮捕されてみんなとかまた戻ってきましたっていうふうに言うわけなんですよ。そこがもう明らかにさっき言ったようなまさに共同体なんです完全にね。で問題はそこにあんまりにも長くはまっていると、そこがかなり特殊な世界なんで、だんだんちょっと現実との区別がつかなくなってきて、ここで言ってたようなことをこっちでもやっちゃうみたいなね。でなんか突然その皆殺しにするだの硫酸かけるぞみたいなことをこっちでも言っちゃって事件になっちゃうっていうパターンなんだけど、その時に出ていた拡張現実と仮想現実の話と今回ね、唯一現実との接点は地図なんですよ。地図情報だけなんですよ、はっきり言って。他何もないんです。地図があの全くリアルの世界と一緒になってるんで、なんとなくリアリティがあるというだけで、それは本質的な違いがありますけど、どう違いがありますか。これまでそういう仮想現実の中に生きている人は現にいっぱいいたじゃないかと。
ということですよね。あの本質的な違いがあるとすればさっき言ったようにあのジオグラフィックなつまりその要するにそのいわゆるパッシュあのフィジカルですよね、与えられるものですよね。そうそうそう、僕たち、ね、受動的になるしかないような諸条件を加工するというところが決定的に違うところなんですよね、うんうん、なるほど。ただ実際空間をシェアし道路情報で空間をシェアするので物を取り合うことができるし、うん、あるいは逆に取り合うのではなくて同じ物をめぐって、ね、お互い譲り合ってシェアするということもできるんですよね、うんうん、でこれは全く新しいアーキテクチャだというふうに思います、ね、でしかしポイントはねそのあの違わないところもあってあのさっき言ったようにあの何が僕たちのファンダメンタルな、ね、感受性なのかってことはますますどんどん分からなくなっていくだろうというふうに思いますね、うん、で以前ね番組に出ていただいたあのパンスペルミア説のねあの主導者である松井孝則さんがねおっしゃっててねあのいわゆるあの高度な文明の寿命は非常に短いだろう、ちょっと説明しないとパンスペルミア一言で、スリランカの赤い雨っていう現象がねあれは10年頃でしたっけね、はいはい、10年ぐらいですね、赤い雨の組成を調べてみたらあの 30億年以上前の原核細胞生物が見つかったんですね、宇宙から降ってきたものの中にその地球上の古代の生物の DNA が見つかったと、はい、そう、地球のかどうか分からないんですね、うん、あのあ、まあ、場合によると35億年前に地球から表に出て宇宙を漂っていたものが偶然戻ってきた可能性もあるし、もし原核細胞生物のようなあの単純な生物であればね、他のところでふわふわどこでも製造できるって可能性があるので、別の星でできたものが来ているのかもしれません、うん、要するにパンスペルミアというのは人類の、うん、まあ、生命の起源が地球外、そうです、あの地球外から来たんじゃないかという説ですね。大事なポイントはね、いわゆる DNA を持ったですねセールがあのその多大な宇宙船にさらされながら、ね、破壊されないで生きるということはありえないということで、うん、今から、ね、200年弱前のスウェーデンのある学者のあの宇宙に生命方式が満ちているっていうパンスペルミア説っていうのは否定されていたんだけど、松井さんたちチームが雨によってね、赤い雨によって、ね、一挙にあの宇宙船は破壊していなかった、ね、DNA は無償で原核生物細胞生物なんか残っているってことを明らかにしちゃったんで、一挙に定説が覆るっていうふうな展開になったんですね。でその松井さんがおっしゃることですね、つまり自分たちが考えていたよりもおそらく桁違いにですね宇宙内の生命体が多いと、でおそらく知的生命のつまり感じると例えば文明を持ったですね知的な生命体も宇宙には思ってるよりもはるかにたくさんいるだろうと、そうすると、ね、僕はジムさんに聞いたんですね、じゃあいわゆるエンカウンターがありますね、うん、ないないって、それは遠すぎるからですか、いやいや文明の寿命が短すぎるからですっておっしゃったんですよね、うんうん、宇宙規模で考えたとき、そうですね、で文明の寿命が短すぎる、そうですが、やっぱり僕たちはでジェームさんが来た300年400年ぐらいしかもう続かないんですね、うんうん、って100年も続かないですよっておっしゃったんですよね、うんうん、で僕はすぐにあのジャック・ラカンの、ね、学説をやっぱ思い出しました、あるいは人類学のいろんな業績を思い出しました、中澤慎一さんとか思い出してもくれたくらってもいいですよ、で言語っていうのは、ね、たった4万年前に獲得された、定住は1万年前から、で文字言語は3000年プラスアルファ前、うん、ね、で言語って歌と違うよね、でこれがネアンデルタールがまた出てくる、ネアンデルタールと僕たちは4万年前で共通していた、両方とも歌を歌ってたんです、で歌っていうのはストリーミングです、ブチ切りじゃありません、で大事なことは悲しい歌を聴くと悲しくなるんです、うん、楽しい歌を聴くと楽しくなるんです、つまりミメーシス、ミームの受け渡しですね、つまり模倣感染が生じるんですね、うん、ところが FOXP2 という遺伝子に故障が生じた、これはマックス・プランク、あの進化生物学研究所が明らかにした、その結果僕たちはストリーミングをぶつ切りにしてしまった、でそこで一部が入れ替え可能になってボキャブラリーズが生じた、で概念言語が始まる、しかし僕たちはあの最初はあの気がついていたんです、悲しい歌を聞くと悲しくなるけど、悲しいという文字を見ようが悲しいという音を聞こうがですね、悲しくならない、概念言語は暴走するんです、まあ、論理ですよね、だから概念言語は暴走しないように、うん、そのコンテクスチュアルに あのある種プロテクトするんです、うん、例えば踊りとか、まあまあ、韻律ですね、ライムであるとか、うん、いろんなものと表裏一体の形でしか言葉を使わない、特に儀式の時にはそういうふうに使うということによって言葉の暴走を、ね、制御していたんだけれど、それがこれはまあジュリアン・ジェインズとかね、エリック・ハブロックの議論ですけれども、
エクリチュール初期言語が出てくると、初期言語の機能ってもともと文脈を排除することだよ、うん、時代を超えて文明を超えてね、翻訳さえできればメッセージが伝わるということで、実はこれが暴走の始まりなんですね。でなので言語が暴走するようになれば、どの道ですね、言語の使い手が人間であろうが、動物、進化した動物であろうが、コンピューターであろうが良くなるし、で基本的に共通感情のようなコンテクチュアルなものは全て無視して意味の理解だけでは先に進むということになれば、最終的にはまさに何でもありになっていきます、うんうん、だからね、要するに当たり前だけど、まず言語を獲得し定住し、そして文字言語を獲得してさらに大規模定住化するということがなくしては文明は成立しませんけれども、この大規模定住化のもとになるような初期言語、文脈から自由な言語、概念言語の自由な使用、どんな言い方でもいいですけど、それが始まれば、どの道ほとんどの文明はやはりうまくいかなくなる、うん、それが先ほど申し上げた大規模定住社会の矛盾ですよ。知らない人間を仲間だと思うのは無理って問題ですよね、うん、でこの問題が必ず残る、タイムラグです。おそらく何十億年も僕たちが生きていれば、あれ何十万年かな、その進化的なですね、基礎が変わってね、何十億人を仲間だと思えるようになるようになるかもしれませんけど、多分無理でしょうね、うんうん、でもそう考えると、松井さんがおっしゃったように、僕たちが文明を獲得したら、おそらくですね、パンスペルミアに気がつくようになってから、おそらく100年で文明を滅びるというね。で松井さん最近これ言わないようですね、おっしゃらないようです。あ、100年っていう話、ね、なんかみんなが暗くなっちゃうんでね、言うのやめたよとか見たことですよ。だってもう文明がじゃあ何ですか、2000、松井さん見つけたの2110年とかでしょ、うん、じゃあ2110年とかに終わっちゃうって話。だってさ、松井さんの言ってること強烈だよ。松井さんでもニコニコしてるのはどうしてですかって聞いたんですね。そしたら、いや全ては泡のようなものだってね、泡って消えては生まれるでしょ、うん、知的な文明も消えては生まれると、ね、そういうプロセスの中の一環だから、僕たちも消える、でも消えると別のところで生まれてる、十分じゃないですか、ニコニコって感じですねすごいよねすごいですよね、うん、彼はブディストですね、はい、うんうん、まあポケモン GO については大体今のが入門編ぐらいなところだと思います。じゃあポケモン GO はやんない方がいいんですか、やった方がいいんですか、どっちなんですか。いや、やった方がいいんじゃないですかだって本当つまんないじゃん毎日ね、うん、で皆さんが自分でそれを付加価値化する能力ないなら、任天堂の力を借りてね、このクソ社会をね、少し彩りあるものにしたらいかがでしょうかね、うん、でもいやいや、ポケモン GO ってそれで ね、ネットウヨブタとか、僕のことはウヨブタって、うん、ウヨブタになるよマシだよ、まあ、ウヨブタになるならポケモン GO やれよ、ポケモン GO、うん、はい、ポケモン GO はでもあれですか、はい、面白いくてやってるんですか、それともまあみんなが やってちょっとやっとこうみたいな感じでやってるうちに。いや絶対面白いと思うな。そう、うん、すっごい簡単に捕まえられちゃうんだよ。そしたら今はそうでしょ。ああ、もっと難しくでも簡単なんだけど、やっぱりたくさんたくさん捕まえて、ステージがレベルがアップしていくと、いろんな新しいチャレンジができるようになっていくんですよね。しかもだからアプリ内課金がだからあるんですよ。うん、そうですよ。お金払えば、うんうん、だからそれ今のところは完全に敷居を下げた状態でね、その皆さん千客万来ねっていう感じでしょ今ね、うんうん、でもそれはそのうちそうではなくなって、いろんなハードルが出てくるだろうと思いますよ、うん、でもここまでの大規模は久しぶりですよね本当に、うん、たまごっち以来くらいじゃないですか、ここまでの、うん、ここまでみんなが一つのものを、そうですね、でもコングレス未来学会議のね、うん、この仮説を知ってる人であれば、すぐ何が起こってるか分かったと思うんだよね。つまりみんなそれほどやっぱりこの社会クソだと思ってるってことだよね、うん、ただまあ、うん、一つはクソの代表であるマスコミがやたら煽ったっていうことなんでしょうね、うん、多分ね、別にまあそれがなければ多分ここまではなってないんだけど、うん、マスコミの方でやっぱすごかったですから、ここ日本の公開直前のアメリカでこんなことが起きて、うん、あんなこと起きてますみたいなのがね、やっぱすごかったですからね。僕は TBS で無理やりやらされましたけど、絶対にやらないっていうふうに決意しました。やったの一応やらされました。はい、どうぞやってくださいって言って一応こんなことやったわけで、うまくそれ捕獲するんですね。まあ、うん、これは絶対楽しいと確信しましたけれども。そう思った？思いました。でも僕は絶対やりません。だって僕はファミコンの時も買って1週間徹夜でやって、うん、封印して人にあげたんですよ。メガドライブが出たらメガドライブも1週間徹夜でやって封印して人にあげたんです。だからもう自分がハマること分かってるから。分かってるからやらない、はい、うん、宮根さんダービースタリオンでやったことあります？いや、もちろんやったことありますよ。もうや、まあはい、あれやばいっすよね。あのアーケードゲームのすごいやつです。ハマりますよね、はい、うん、まあいいや、はい、じゃあそれで宮根さん、そろそろ、はい、まあ、もう800回自体はですねお開きにしたいと思うんですけども、うん、何か今後ですね
まあ、900回1000回に向けて僕あの何百回記念というのは2年に1回しか来ないんですよ、うん、大体年間50回、うんまあ、52週あるんですね、うん、あの1年間はなので次の900回っていうのはもう2018年、うん、1000回がまさに東京オリンピックの最中とかに来るっていう計算になるんですよ、うん、実を言うと、うんはいまあ、だからどうってことでもないんですけども、うん、何か900回1000回に向けて宮田さんのですね特にまあ丸劇におけるまあ抱負なりですね、うん、あの今後こういうことをやっていきたいみたいなものもしあれば教えてください。でもただ一つですねあの個人を包摂する社会を支える国家という図式以外のものは今後永久にありませんね、うん、でそうすると個人を包摂する社会を回復できるかということが課題になりますよね、うん、しかしグローバル化によって人口学的な流動性は上がりますし、少子化は進みますしであるいは今言ったような拡張現実化を含めてねこれ拡張現実化の面白いところは皆が同じ拡張現実を共有するとは限らないということですよね。だから分断も当然進んでいくでしょうね、うん、だから従来のまあ地理的な近接性をベースにした共同性ということでできるのかどうかということもありますよね、うん、だいずれにしても個人を包摂する社会を支える国家というそれしかありえない図式を回すことができるためのまず最低必要条件社会個人を包摂するまあ、それなりのスモールユニット、これを回復できるかどうか回復できればそれを拠点にしてそれをサポートする国家のサポートの仕方が悪いというふうに批判をしたりとかねより、合理的な提案ができたりするかもしれませんが、そのような意味でまさにその中間今中間団体という人が多いけど社会学で従来中間集団って言ってましたけどね、うんこれを取り戻せるかどうか中間集団というのは一つの共同体であるべきでね損得感情だけではもちろん回らないんですね。でそのような意味で僕たちの内発性を取り戻すことができるかどうかでマクロにはもちろん全然できないんですけどどういうミクロな成功事例がどういうふうに出来上がっていってでそれが周りがそうでない中でねどのようにして生き残るんだろうかっていうようなことですよね。でそれがもう本当にあの僕の唯一の関心だし、うん、多くの人の関心がそこに集中するべきだと思いますね。なるほど、はいまあ、我々もあの、うんまあ、知識社会化を通じてですね、うん、その中間集団の、まあうん、構築もしかしたら再構築でも初めての構築かもしれないですけどそうです、ね、日本ではねそれに、うん、あの少しでも寄与できればなと思います、うん、私は個人的にはですねあのさっきもちょっと話しかけましたけどもあのまあ、ちょっと世の中の新しい価値基準みたいなものを少しずつでも提案できればなと、うんでまあ、私はあの仕事自体が記者ですので実際にそういうものに基づいて活動している方とかですね、うん、既にそれを始めているあの始まっているところがあればですね、うん、そういう現場をまあ取材してその実例をもとにまあそういうようなことを皆さんに紹介できるような機会が少しでも増やせればなと、うんそういうふうに思っております。まああの宮根さん1000回まであと4年ですけど宮根さん今いくつだっけ57、61か57、うん、まだあれですよ大学現役の先生だよね4年後だとまだ、うん、そうですね定年が65まで伸びたんです65まで最近ね、うん、年金もらうのもどんどん伸びてきますからね当分は働かないと何の話だこれいや何回くらいまでやろうかなと思っていやもうそれは永久にやるんですよ、うん、永久に生きてる間ずっと あれですかあの世相講談みたいな感じになってもやりますいやそれはねほら、うん、なんて言ってもですねサンダース現象によって僕たち勇気づけられてるじゃないですか、うんね、スターウォーズのヨーダのような老賢人になるんですよ84歳、はい、だったらまだ結構余裕ありますね84までだったらねもう余裕ですよ、うんまだまだですね、うんまあ、ちょっとこれからも、まあ、これあのまだ800回まだ800回という感じですねこれからもぜひやっていきたいと思いますのでぜひあの皆さんも今後もあの引き続きあの見ていただけるとありがたいと思います。どうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。